では続いてマゼアンさんからです。高一の夏、祖母の家に帰省した時の話です。普段使われていない客間で一人きりで寝ることになったのですが、一つ問題が。その客間には不気味な日本人形が飾られていたのです。祖母曰く、何度後ろ向きに置いても翌朝には元の向きに戻っているとのこと。一人でに人形が振り向くなんてありえるのか。興味を持った私は日本人形を私のパンツの中にしまい眠りにつきました。深夜、股間にゾワゾワとした感触を覚え、私は目を覚ましました。ゾワゾワの正体を確かめるべく意を決してパンツの中を見ると、そこには私の息子を抱き枕のように抱えて回転する日本人形の姿があったのでした。あの夜の恐怖が忘れられず、大人になった今でもパッケージに回転機能の文字を見かけるたびに気がおかしくなってしまいそうになるのでした。いや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 、これ笑わないで読むのしんどかった今。ただあのビジュアルはちゃんと怖いですよね。あの呪音とかでもあったじゃないですか。なんか自分の部屋までねたどり着いて、なんか一瞬エレベーターにちらっとなんか子供出てきたりするんだけど、ふーって一安心して布団に入ったらその布団の中にいたみたいな、それと同じです。めくったらギュルーって日本人形が、ね、多分こけしの友達だと思ったんでしょうね。いやーこれはね恐ろしいですね。いいですね。これちょっとファンアートを見てみたいですね。ぜひね皆さん、ハッシュタグスケベ怪談48物語ね、たくさんのツイート、ファンアートお待ちしております。